じゃあ発表を始めます。ラッチャと言います。ハテナの方でプランナイン日記っていうのを何年前からだろう絶対こんなの続かないなと思ってプランナイン のネタだけでは続かないなと思って始めたんですけども、意外と続いて、まあ多分2年ぐらいやってるのかなという気がしますが、まあ発表始めます。そうで、まあプラン9とはどんな何かっていう話なんですけども、まあお役として、まあこんなエドウッドの映画ではないよという話で、プラン9と OS の話をします。で、今日は9VX という、まあ、エミュレーションの機構があるので、まあ、それで、まあ、ちょっとプラン9を動かしてみようって話と、プラン9のプログラミング環境っていうのはどういうものか、ちょっとユニックスと似て非なるものがあるので、その辺の話をちょっとして、まあ、あんまりそのソースコードを読もうとかっていうあんまり濃い話じゃないんですけども、まあ、軽く聞いてツッコミがあったらどんどん突っ込んでもらえたらいいなと思ってます。で、まあ、ご存知の通りだと思うんですけども、ユニックスを開発したベルケンの連中が開発した分散 OS というのはプラン9です。でこの写真にはないですけども、ケン・トンプソンとかデニス・リッチーとかローパイクとかその辺のユニックスで有名な人たちが、まあ、開発を始めて80年代の後半ですね。でまあご多分に漏れず、消えていった分散 OS じゃないかもしれないですけども、まあ、一応まあユーザーベースはそこそこもあって、まあ、今でも生き残ってます。でこれ95年ぐらいの写真なんですけども、まあ、当然ベルケンが、アルカトラルセントに、なって吸収されて、まあ、ユニックスはもうベルケンでは研究されてないんですけども、だいたい2004年ぐらいになるとこんな感じで、みんなケン・トンプソンもロブ・パイクもグーグルに行っちゃったし、まあ、なんか現在残っているのは1人ぐらいっていうような感じです。ただ、当然今2002年ぐらいに出た、第4版っていうのが、オープンソースソフトウェアとして公開されてるんで、まあ、それをベースにいろいろみんなでいじっていて、例えば、ブルージーンっていうのは、まあ、多分皆さん、まあ、スパコンで、今だと、ロードランナージャガーについて3番目ぐらいに多分速いスパコンだと思うんですけども、まあ、パワー PC ベースの IBM のスパコンですけども、で動かしてる人がいたりとか、あとはまあ Google サマーコードで学生を勧誘してみたりとか、あとは年に1回、ワークショップを開いていて、今年も10月にアメリカでやる予定です。で、まあ、まあ死なずに頑張っていると。でなんでまあプラン9の話をするかっていう話なんですけども、そのロブ・パイクがですね、91年ぐらいにもうユニクスはもう腐ってるよと、もう死にかけてる、もう匂ってるよと、でそういう話をして、これからは分散 OS プラン9なんじゃという話を始めたんですけども、まあ、それからまあ20年弱ぐらい経ってプラン9は腐ってるけどもユニクスはまだ残ってるなっていう感じがするんですけども、まあちょっと、まあ違う、その大体ここに集まってる人はユニクスのことはまあ、みんな知ってると思うので、ちょっと変わった、OS っていうのも、まあ、知っていろいろ勉強してみるのもいいんじゃないかなということで、こういう話をしてみたいと思います。で、まあ、そうどの辺が腐ってるかというと、まあ、例えばみんな、シェルで、シェルを Windows システムの上でシェルを動かす場合っていうのは、まあ、Xterm であるとか Term App とかその辺を使ってアクセスしてると思うんですけども、この Windows と Windows システムとシェルの間にはまあ、不思議なものがあって、まあ、TTY ですね。で、いまだにこういうその TTY をエミュレーションするような機構が UNIX の中では動いていると。で、例えばその、まあ、ターミナルアップでも X ターミでもいいんですけども STDY とか実行するといまだにこの MacBook Air でも9600で動いているとか、なんかそういうことを言うわけですね。で、まあじゃあそういうのに対してプラン9が何を提案したかというと、まあ、全てがファイルであるというユニックスがもともと提案したことをもっと突き詰めてみましょうという話と、まあ、プラン 9P という、ファイルシステムのプロトコル、そして僕は結構一番革新的だと思うのはプロセスごとの名前空間というものを、提案しています。まあ、これについてちょっと、少しずつお話ししていきたいと思います。で、まあ、全てがファイルというのは、これ、ケン・トンプソンとデニス・リッチーとケン・トンプソンと、あと PDP-11 ですね。
での写真ですけども、まあ、一番最初にユニックスが始めた時にはの、まあ、コンセプトとして全ての資源には、名前があってその名前に対してパス名に対してオープンすると、バイトストリームが読み書きできると。で非常にシンプルなモデルで、まあ、シンプルだった上で移植性も高かったしいろいろ、普及していったわけですね。でただし、あって、まあ、これが、まあ、大体初期のユニックスカーネルで、まあまあ、最初のユニックスカーネルは UFS しかファイルシステムがないのでファイルシステムのインターフェースの一つだし、キャラクターデバイスとブロックデバイスに対してそれぞれインターフェースがあると非常にシンプルなカーネルだったわけですね。で時は流れて、その当然そのユニックスが開発された当時にはまだネットワーキングとか GUI っていうのはもちろん包括的な研究はありましたけどもまだユニックスの中には取り込まれていなかったと。でそれに対して例えばUC バークレーの人たちがソケットを作ってみたりとか MIT の人たちが X ウィンドウシステムというものを作ってみたりとかでユニックスに取り込まれて標準になってきたんですけどもそこにもともと全てはファイルであってオープンリードライトクローズで全てができるというようなその元々あったユニックス哲学っていうものはそこにはなかったと。そのソケットにしても新しい API を追加してますし X ウィンドウシステムに対してもなんか変なプロトコルが置いてって。でこういうことをもう一回改めてその一番最初に戻って考えてみましょうというのがプラン9でした。で当然こうまあ、現在のカーネルっていうのは、まあ、NFS が登場したころぐらいから VFS っていう1枚レイヤーが挟まっていろんなファイルシステムが使えるようになったりとかあとはなんか不思議な SIS ファイルシステムとかコンフィグファイルシステムとかデバッグファイルシステムとかリレーファイルシステムとか、まあ、Linux などさらにいろんなものが入ってきてどんどん、肥大化するし階層が深くなるしなんか大変なことになってこの巨大なナメクジみたいな感じになってくるわけですね。で、じゃあもっとそのプラン9の設計者がどういうことを考えたかと、もっとより良いモデルってのはないんだろうかということで考えたのが、まあ今時そのキャラクターデバイスのブロックデバイスもないだろうと。で、さらに言うと、そのデバイスがそのある資源を提供するっていうことをもう少し考えると、資源というよりはもう少しサービスっていうものを提供するっていうのを考えて、まあ、いろんなファイルサーバーであるとかメールサーバーであるとかウェブサーバーであるとかそういうようなものに対して、まあ、共通のインターフェースで、まあ、インターフェースを共通化してでカーネルが扱ってやることができるんじゃないかというふうに考えたわけですね。で、まあ、ファイルという抽象化を使ってこういうことができるんじゃないかと。でプラン9カーネルっていうのはこういう形になっていて、まあ、デバイスにあって、まあ、サーバーとして例えば E メールのファイルシステムであるとか、ローカルのファイルシステムであるとか置いていると。で例えばその、あと、そうですね、こういうようなで あとはこれはローカルの話ですけども、9P っていうプロトコルを持っていて、これはまあ分散プラン9というのは分散 OS なのでこのサーバーという部分が他のリモートマシンにあっても同じように使えるということでファイルシステムのプロトコルとして 9P でものを提供しています。で、まあ、こういうような話をすると結構マイクロカーネルっぽいなという印象を受けられるかもしれないんですけども、プラン9自体は、非常にトラディショナルな、モノリシックカーネルであって、まあ、デバイスカーネルモジュールもなくて完全にデバイスなドライバーなんかは、スタティックにリンクされた形になっています。でまあ、この辺は詳しい話しませんけど、こういうファイルシステムに必要そうなプロトコル、メッセージを提供しているのが 9P です。で、まあ、ここでその重要なアイデアというのは、ユニックスカーネルというのは、その IO、つまりディスクであるとか、その TTY であるとかっていうようなデバイスを多重化するような装置として、設計されていました。で先ほどもちょっと言いましたけども、プラン9カーネルっていうのは、まあ、IO よりももう少し抽象度が高くて、サービスというものを、多重化するようなものとして設計されています。そのため、その、全ての資源に対してカーネル内部で単一のインターフェースを持っていて、で全てのサーバーに対して一等価で動くために、9P という共通の、ファイルシステムプロトコルをサポートしています。